あなたたちは封筒を一斉に開けた。中にはこう書いてあった。頼もしきファントムハンターたちよ。我が国は今、大きな危機に直面しています。王都の外には魔物がはびこり、民が惑わされています。どうかこの危機を解決し、この町に平和と安寧を取り戻してください。さっきから思ってたんだけど、この王国の町並みってモンド城に似てるよな。多分シナリオの作者がマップを作った時に参考にしたんでしょうね。王国の首都の町並みは百戦錬磨のファントムハンターたちに過去に訪れた場所を思い出させた。それは木々に囲まれた平和と安寧の保たれる場所であった。しかし目の前の町はまるで抜け殻のようだ。寂しい門があなたたちを迎え入れる。あなたたちの救いを待ち望んでいるのだ。手紙の内容を一字一句逃さずチェックして署名欄を確認してみたけど、依頼を出したのは一体誰なんだろう。すると見知らぬ名前が並んでいるのを見つけた。どうやら町の住民たちの共同署名のようだ。彼らはここの異変に気づき、外に助けを求めたのだろう。じゃあまずは町を見て回って住民から情報を聞き出してみるのはどうだい？いいね。魔物や悪者の手がかりも手に入るかも。改めて町を見渡すと、すぐ近くに酒場を見つけた。ちょうど営業中のようだ。とりあえずあそこに行って聞いてみるのはどうだい？小説の世界では酒場は決まって情報の行き交う場所だからね。